写真拡大を笑い芸人の岡村隆史が22日、都内にて、堤真一とダブル主演を務め、ルエーが決算、忠臣蔵、公開中、の初、日舞台挨拶に出席。厳冬期に撮影された映画がようやく公開。お迎えたことに無事撮り直すことな。苦境を迎えることができましたと。発言し、客席を笑わせた。舞台挨拶には、岡村隆平のほか、浜田家、横山優、石原さとみ、橋本良介、ABCZ、寺脇康文、中村義弘監督も登壇した。本作は、大石蔵之介が残した決算書をもとに綴った。山本博文の著書「忠臣蔵」の決算書。お実写映画化。お金をテーマに新しい回。尺の忠臣蔵の世界を描く、岡村は討ち入りの予算を捻出するため、日本走する勘定方、野党長助を演じてる、ムービースターの岡村隆史ですと、爽やかに挨拶した岡村は、無事撮り直すことなく公開にこぎつけ、手と女優の沢尻エリカ容疑者が出演予定だったものの、麻薬取締法違反の容疑で逮捕された件で、代役を立てて撮り直しすることが発表された NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」を連想させるような発言で客席を沸かす。司会者から攻めますねと突っ込ま、出ると今タイムリーかなと思って、とつぶやいた。さらに岡村は際どいと、句で会場を盛り上げる。この日は、作品のタイトルにちなんで、今年中に決算したいことというお題が、出されると、吉本興業所属の岡村は契約問題ですねとズバリ。続けてエージェント契約なのか、専属契約なのか、はたまた今まで通りなのか、先日チーフマネージャーからペンを渡さ、出て書いてくださいと言われたので、すが、保留しましたと発言。堤や横山から今年中にするんですかと問われると、岡村はエージェウと契約した加藤浩次がどれだけ得をしたのか、はたまた損をしたのか分かっていないのでずれ込むかもしれませんねとぶっちゃけトークを展開。石原は岡村の発言に打ち、ホリプロは給料制なんですよねとつぶやき、岡村が歩合制がいいの、歩合制にすると送り迎えの車がなかったりするみたいよと生々しい話も飛び出した。同じお題で横山は僕はもうケツ。算しました。グループもそうですが、心機一転頑張ってますと発言し、大きな拍手を受け、データ。また、この日は興行収入255億円を叩き出し、タディズニー、アニメーションアナと、雪の女王の続編アナと雪の女王2、の公開日でもある。中村監督は興行が決算ですねと語る。と僕は毎回ディズニーの大作と公開が被るんですとぼやき節。
確かに中村監督の前作忍びの国と、パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊は同日公開だった。しかし中村監督は気を取り直し劇場を見渡すと若い方が結構いらっしゃいます。この作品も家族で見られる映画なので、若い方はご両親を、親御さんはお子さんを誘って劇場へお越し、しくださいと呼びかけると、岡村も、あななんとかは後でもいいんじゃない。ですかね、今混んでいるだろうしと援護い、激していた。磯部正和。